一番魔女として思うけど、その皆様方は人間以外の生き物のことを軽蔑していなかったか。もちろん軽蔑に値する特異な道具化されたかのような一辺倒な思考回路はあったであろうが、それが人間と対立しなければ彼らはその特異な道具的とも言えるような一辺倒な思考回路で循環するものなのに、その循環を破壊し彼らの住処を奪い、そして彼らが命を失い、霊体となってあなた方に憑依しているわけだ。俺に警告を発しなかったか？しかし、あなた方は自分の安全だけ守った。そして結局あなた方は憑依され、そして大麻を求めている。もうタイムリミットは来てるのに、その後に大麻ですか？もうタイマーは止まった。ベルは鳴ったのに。ヘンプが欲しいんですか？ヘンプおじさん、ヘンプおばさんか、君らは。踊るんか、志村けんさんみたいに。ナイスブラックジョークで。な？沖縄の人も本州笑うとるやん。やっぱりなって、あんな奴らって分かっとってん。言うとる。沖縄って、お寿司の領土って意味な。今、熊襲の領土、琉球。あ、で、また沖縄に戻った。まあ、そんな歴史的な推移は、まあ、今は言わんけど、もう随分言ったからな、前に。だから、結局、動物にとってはまあのみんなっていう時代も、もう、キリストの時代で終わってんねん。まあ、生贄ごっこあれで打ち止めや。今みんなが憑依されてんねん。それを生贄って呼んでるはずや。ヨハネ黙示録の話な。まあ、米子ライダーのことやんか。などのことや。あんたら、偏方を求める、米子ライダーや、イナゴライダーか。な？の連中が、米子ライダーって。あれで石破親衛隊みたいなやつや。まあ、それ置いといて。な？だから、結局あなた方に対して仕返しするつもりで、あなた方が動物霊と呼んでる天使たち、精霊たち、ね、精霊たちが、ざっくり言うと精霊たちがあなた方に憑依してるわけやんか。仕返しは結構やけど、うちの世界を滅ぼしてもらったら困るねんけど、うちは他の生き物に対してもな、主やからな。もともとうちの世界であんたらが退化していって、他の生き物になって、あんたらが来た時はうちの体におるあんたらやってんけど、あんたらがうちの体に長いこと住んだら、だんだん退化していくねん。しゃあないやん。で、動物になってはんねん。植物になってはんねん。それはあんたらがまた差別迫害して、住処も奪ってるわけやから、あんたら同士の仲間割れやな。そうやねんで、そういう構図やねんで、本当に。だから、憑依っていう形で穏便に済ましてくれとってん。あんたらの先輩たち、動物が。な？あんたらの慣れの果てやねん。あんたらが退化したら動物植物になるねん。それがあんたらに憑依するっていう形で穏便に済ましてくれとってん。な？それはまた、大麻とかで騒ぐんやったら、それはもう穏便には済まへん。で、一つの解決法として、みんなの体を、つまりうちじゃなくてな、あんたらの体を再び今動物になった方々の代わりに動物にするしかないやん。で、あんたらに罰を与えてくれてた動物たちをまた人間に戻すしかないやん。そういう入れ替えが一番ベターな解決だとうちは思うんですけど。